今年の蚊の大量発生の原因は一体何なのか。蚊の専門家であり本も出されている川瀬氏に来ていただきました。よろしくお願いいたします。結論から言わせてもらうと、今年の蚊は完全な新種であるため私も分かりません。帰れ。失礼しました。ここで蚊が大量発生しているし、Z 氏も入ってんじゃん。大量発生とか勘弁してくれよ。マスキーローさん、番組の途中ですが臨時ニュースをお伝えします。 Z 氏に大量の蚊の群れが集まっています。襲われた家畜はミイラ化していたとの情報が入ってきています。万一蚊の群れと遭遇した際には必ず逃げてください。That is loud. Freaking loud. This expression. Looks bad. He got his exercise for today. Wow. 緊急避難警報です。災害レベルは鬼。住民は絶対に外へ出ないようにしてください。繰り返します。The robot. The robot. Target. I mean, cyborg. Cyborg. The lone cyborg. Yep, the lone cyborg.警報でどの店も無人。蚊に刺されて死ぬ人間がいるかっつうの。ふん。こんだけ取っときゃ多少蚊に血吸われてもオッケーよ。な。You shouldn't have said. You shouldn't have said that.あんたたちこんなんじゃ全然足んないわよ。もっと吸ってらっしゃい。ターゲット捕捉。なるほど。蚊の大群に血を吸わせ、それをお前が独り占めしていたのか。お前が蚊に信号のようなものを送り操っていたとすれば、この不可解な集団移動にも説明がつく。主人であるお前を排除すれば、この目障りな群れもいなくなるのか。食事が来たわ。吸い尽くしてあげなさい。You can't do nothing to him. He's a cyborg. He's a cyborg. 焼却。Incinerate. That's what I'm talking about.I'm about to eliminate you. Stay where you are, bitch. Oh, God. 私を排除するですって? You eliminate me. やってみなさい! Go on, try. He finally caught it. やったか? He didn't catch it. Come on.Incinerate.
Dang, she moving quick. Took off your legs. Wow. Got blocked by the mosquito. Imano Mamaja Kurosaracha soon, eh? Machino Ningen Domova Kapuricha Kido. Moria Shizeno Dovitz of Betsy. きなさい、あんたたち。溜め込んだジュースを私に注いでちょうだい。あの数、この町全体、いや、もっと広範囲で血を集めていたならば、奴にとって血液は単なる食料ではないのか。これは早急に終わらせた方が良さそうだ。待てとら！俺との結託がまだついてねえぞ！なんだあいつは。口入った。ピッピッ。の野郎。あ？なんかうごめいて。え？か？え？うわ。そこのお前。ん？避難していろ。あの群れは意志を持っている。こちらに気づけばすぐ襲ってくるぞ。マジで。やべえじゃん。早く逃げよ。A mosquito queen, she's a little bit wow, he dispersed the whole city. 人間程度の知能は持っていると思ったが、所詮は虫か。わざわざ焼却しやすく顔をまとめて向けるとは。お前を発見し、周囲500メートル内に生体反応がないことは確認済みだ。ここなら遠慮なく吹き飛ばすことか。しまった、一人巻き添え。いやー、助かったよ。すごいなお前。今の何？これが本当の蚊取り線香。なんつってな。あ、He's naked. 線香と線香をかけてるんだけど。必要なくなったのよ。だって。こんなに強くなったんですもの。血液を吸収するほど身体機能が進化する仕組みだったのか。次は頭取っかける。完全に油断した。もう正気はない。こうなったら自爆するしか。すまない博士。That was corny. I'm not. Wait. Mosquitoes suck. I get the pun. Oh. Saitama, but. Sub. It's. Oh my god. Oh. 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 He slapped her. Sensei! Sensei, so he's at the front door now. Maji de kiagatta. He really showed up. Genos desu. It's Genos.
その先生っていうのやめてもらえる？ジェノスマドゥーネ。師匠もやめろ。飲んだら帰れよ。弟子なんて募集してねえし。あれ？お前怪我治ってね？はい。体の大部分は機械なので、パーツさえあればすぐに。変わってんなお前。先生はどのようなパーツを使っているのですか？使ってねえよ。え？じゃあその頭部の肌色の装甲は？いやこれ肌だから。いやしかし、それでは先生が若くしてハゲているということに。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。俺ですか？俺の話を聞いてくれるんですか？いやいい、大丈夫。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。人の話を聞かないやつだな。こんなしみったれた世の中でも、家族と共に平穏に、まあまあ幸せな毎日を送っていました。しかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが俺たちの町を襲ってきたんです。暴走サイボーグ、おそらく身体改造に失敗して脳に異常が発生したのでしょう。やつは全てを破壊し尽くしていきました。公園、学校、ビル群、俺の家、そして俺の家族の命までも。奇跡的に生き残った俺は、当時まだ15歳で弱く、廃墟の町でたった一人、力尽きる寸前でした。そこに偶然通りかかったのが癖への博士。癖への博士は町を襲った暴走サイボーグの強行を止めるため旅を続けている正義の科学者でした。そこで俺が癖への博士に頼み込み、身体改造手術をしてもらったんです。そして俺は正義のサイボーグとして生まれ変わり、いつかあの暴走サイボーグを破壊することを癖への博士と約束したのです。なるほど。あれから4年の月日が経ち、19歳になった俺は悪を排除しながら町から町へと旅を続けていました。これまで倒した怪物や悪の組織は数知れず、しかし例の暴走サイボーグにつながる手がかりは全くつかめず、苛立ちと焦りの日々を過ごしていました。いつからか俺は暴走サイボーグの虚像を追いかけて悪と対峙していたのです。そして1週間前、あの蚊の化け物が現れた時、俺は完全に油断していました。もはやあの暴走サイボーグ以外には負けるわけがないと思い込み、敵のデータ分析もせずにただ正面から攻撃を開始していました。結果はご存知の通り、底力を見せた化け物に返り討ちにされ、埼玉先生がたまたま通りかからなかったら確実に破壊されていました。俺は埼玉先生に命を救われたのです。癖の博士に一度救われたこの命、埼玉先生に再び救済されたことによって。